韓国の歴史的被害となった洪水被害、日本では全く報じられていませんが、韓国メディアでは報じられています。日本で報じられないのは何かしらの忖度なんでしょうか？一応今回は先日のこちらの動画の続報となっています。今回も後半でリソースに関しては提示していきます。補足ですが、ソースは基本海外の有料版の記事となっています。ご了承ください。7月12日、コリアウェブ報道、気象庁によると、12日に1時間あたりの降水量が50ミリを超える極限豪雨が中西南北道と全羅北道、テグ、京北地域などを中心に観測された。極限豪雨、あまり聞き慣れない言葉ですが、極限豪雨とは1時間の累積降水量50ミリ以上、3時間の累積降水量90ミリ以上が同時に観測される時を指し、現地では水爆弾とも言われているのよう。同日、全羅北道群山のオチョン度は1時間あたり146ミリ、全羅北道増山の神羅125ミリ、中西南道序川は111ミリなど、他の地域も大雨が降りました。気象庁によると、これらの地域の降水量は200年ぶりに一度降るという。ちなみにこの200年に一度は私が言っているわけではありません。1時間あたり140ミリ以上の雨が降ったのは、1998年7月31日の全羅南道巡天145ミリの事例がそれまで唯一であり、1時間あたりの降水量が100ミリを超えれば、すぐそばにいる人も見えないという。今回の豪雨で中西南道序川とノンさん、中西北道奥線でそれぞれ1人が死亡し、中西北道ヨンドンでは1人が行方不明になった。また、テグ市北区と中西南道金山でそれぞれ1人が死亡。住民4526人が山崩れと浸水などに備えて一時避難し、浸水または破損した住宅は128軒に達する。こうした豪雨は、全般的な気温上昇と無関係ではない。全北大学地球環境科学科のパク・ジョンヨン教授は、気候異変がニューノーマルになったと指摘。そして、韓国で最も古い木造建築物と推定される国宝安藤、法定寺、極楽殿の石垣が最近の豪雨の影響で崩れ、極楽殿があるボンジョン差は、トンドサ不足差などとともに、2018年にユネスコ世界遺産、山寺、韓国の山地層院に登録。国会山庁によると、先月29日以降、集中豪雨による国会山関連の被害は10日午後4時基準で23件とし、国宝、ワンジュ、ファームサ、極楽殿保護区域の境界にある土砂が崩れ、現在、周辺の出入りが制限されている模様。国会山庁は排水管を整備して復旧する予定とのこと。梅雨前線、停滞前線の影響で、南海岸に大雨が降り、一部の地域で雨の被害が相次いでいるんです。また、14日、慶尚南道、消防本部などによると、この日の午前6時58分ごろ、慶尚南道、東四市山陽湯で、家に水が流れ込むという通報があり、消防当局が出動して水が溢れた近隣の排水路を緊急整備し、午前7時33分ごろ、慶尚南道巨災市、長庄浦道では、山から土砂が住宅街に崩れ落ちているという通報もあった。土砂などが溢れ、一時的に道路が渋滞したり、住民が避難したりもし、同日午前7時39分ごろ、巨災市一雲面のある野山で、土砂や岩などが道路に溢れ、消防当局が緊急整備に乗り出した。午前8時15分ごろ、東四市のある村で住宅の下の地区台が雨水で崩壊し、土砂が流出し、4世帯の7人が近くの公民館に避難。これを含め、この日の午前10時まで慶尚南道で道路障害、土砂、落石など豪雨関連の被害が12件受け付けられたと発表しています。雨の被害が集中した東栄と巨災にはこの日の午前11時までそれぞれ 212.2ミリ、133年3月ミリの大雨が降っており、気象庁によると、午前11時基準、トンヨン、巨災には現在まで大雨注意報が発令されている。ただし、気象庁は停滞前線の影響で16日まで突風や雷、稲妻を伴う雨が降ると予報しており、釜山と慶尚南道は14日から2日間、50から100ミリの雨が降ると見ている。特に慶尚南道の南海岸の一部地域は雨が120ミリ以上降る見通しとなっており、気象庁は河川沿い、散策路、地下道などを利用する際に孤立する可能性があるので注意し、下水道や雨水管、排水溝などに水が逆流する可能性もあると警告しているんです。韓国南部を襲った記録的大雨、各地の被害状況と復旧への道のり。
2024年7月、韓国南部を記録的な集中豪雨が襲いました。まるで鉄砲水のような激しい雨が降り注ぎ、各地で甚大な被害をもたらしました。この豪雨は、韓国史上2番目の被害規模とされ、多くの人々が被災し、甚大な経済損失も発生しました。歴史的、集中豪雨、7月9日から11日にかけて、韓国南部を中心に記録的な大雨が降りました。観測史上2番目の降水量を観測した地域もあり、その勢いはまさに歴史的集中豪雨と呼ぶにふさわしいものでした。観測史上2番目の被害に、韓国気象庁によると、この豪雨による降水量は、1998年の集中豪雨に次ぐ2番目の記録となりました。特に、慶尚南道と全羅南道では、累計 550mm を超える雨が降り、甚大な被害をもたらしました。街が完全に浸水、激しい雨によって、街はあっという間に水に沈みました。住宅や店舗、道路などが浸水し、多くの住民が孤立状態に陥りました。特に、低地にある地域は被害が甚大で、一時腰の高さまで水が浸かった場所もありました。交通網が、麻痺、豪雨の影響で、交通網は完全に麻痺状態となりました。道路は冠水し、鉄道やバスなどの公共交通機関も運休となりました。多くの人々が移動手段を失い、日常生活に支障をきたしました。物流網、完全停止。物流網もまた、豪雨の影響で完全に停止しました。道路が寸断され、トラックや配送車が動けなくなったためです。食料や生活必需品などの供給が滞り、被災地では深刻な物不足が発生しました。地下街が浸水、地下街もまた、豪雨の影響を免れませんでした。排水設備が追いつかず、地下街全体が水浸しとなりました。多くの人が地下街に閉じ込められ、救助活動を待つことになりました。地下鉄の駅が一時封鎖状態に、地下鉄の駅もまた浸水の被害を受けました。安全確保のため、多くの駅が一時封鎖されました。通勤や通学に利用する人々が影響を受け、大きな混乱が生じました。大規模、停電、豪雨の影響で、大規模な停電が発生しました。高圧線の鉄塔が倒壊したり、変電所が浸水したりしたことが原因です。多くの家庭や事業所で電気が止まり、生活に大きな支障をきたしました。人的、被害、この豪雨による人的被害は、死者7人、行方不明者数十人となりました。また、多くの怪我人が発生しました。特に、高齢者や小さな子供が多かったようです。車が次々に流される。道路が冠水したことにより、多くの車が流されました。中には、車に乗っていた人が流され、命を落とすケースもありました。経済的、損失。この豪雨による経済的損失は、数百億円に上ると推定されています。住宅や店舗、インフラ施設などの被害が甚大で、復旧には長い時間がかかる見込みです。復旧への道のり、政府は被災地への支援を急ぎ、復旧作業を進めています。救助隊や消防隊、民間企業などが協力し、道路の復旧や浸水の排水作業などが行われています。しかし、被害の規模が大きいため、復旧には時間がかかりそうです。この豪雨は、韓国南部の人々に大きな傷跡を残しました。被災者の方々の一刻も早い復興を願い、またこのような災害の教訓を未来に生かすために、私たちは教訓を忘れずに備え続けることが重要です。主な被害状況、慶尚南道は最も被害が大きかった地域です。特に、梁山市、古村郡、南海郡などが甚大な被害を受けました。全羅南道は、慶尚南道に次いで被害が大きかった地域です。特に、広州市、タミヤン郡、海南郡などが被害を受けました。長期化する復旧作業、記録的な豪雨による被害は甚大で、復旧作業は長期化しています。道路や橋梁などのインフラ施設の復旧には時間がかかり、仮設住宅の建設も進められています。被災者の方々の生活再建には、長期的な支援が必要となるでしょう。政府の支援策、韓国政府は、被災者の方々への支援策を発表しました。家屋の被害を受けた方々への生活支援金や、事業者への支援金などが支給されます。また、雇用創出や金融支援なども実施される予定です。国際社会からの支援、韓国政府は、国際社会からの支援も要請しています。日本をはじめ、多くの国々が支援物資を送るなど検討している模様。被災地への支援が世界から集まりつつあります。
教訓の共有。この豪雨は韓国にとって深刻な教訓を残しました。今後はより強度の高い豪雨への備えが必要となります。具体的には治水対策の強化や早期警戒システムの充実などが求められています。防災意識の向上。今回の豪雨を教訓に、国民一人一人の防災意識を高めることが重要です。日頃から災害に備え、いざという時に適切な行動を取れるように準備しておくことが大切です。この豪雨は韓国南部の多くの人々に苦難をもたらしました。しかし同時に人々の絆を深め、助け合いの精神を育むきっかけにもなりました。私たちはこの教訓を未来に生かし、より安全で持続可能な社会を築いていくことを誓う必要があります。2024年7月に韓国南部を襲った集中豪雨は多くの被害をもたらしました。被災者の方々の一刻も早い復興を願い、またこのような災害の教訓を未来に生かすために私たちは努力を続けていく必要があります。そこに暮らす方は本当にお気の毒です。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方はグッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。韓国各地で巻き起こる EV 不買運動が止まらないんです。韓国 EV 市場が今重大な局面、岐路に立たされているんです。この局面をどう乗り切るかで韓国の未来を大きく左右すると言っても過言ではないんです。意外に知られていませんが、韓国メーカーは世界的に見れば2022年までは飛ぶように売れていた韓国の EV。 しかし2023年に入ってからは急激な販売台数減少に陥っているんです。その背景には政府による EV 購入補助金の縮小と世界的な景気後退の影響というダブルパンチが襲っているんです。冷静に考えれば、補助金ありきの EV シフトだったといえ、もし仮にガソリン車より優れているなら補助金などなくとも自然に EV が売れるはずなんですが、補助金まで出して EV をゴリ押しする政策、歪んだ市場原理であったと言わざるを得ないんです。そして皆さんは気づいていますか？2023年と2024年を比べると、2023年は EV イコール環境にいいが、2024年に入ると全くそれを言わなくなった現実。結局 EV 神話はデタラメだったってことなんです。環境に良いというなら、今あるものを長く乗った方がエコであることは明確であり、新たに作り出すエネルギーとコストを考えれば既存車でいいってことなんです。ちょっと話がそれましたが、韓国では2023年12月から EV 購入補助金が段階的に縮小され、最大500万ウォン約42万円の補助金が受けられたのが、2024年4月からは最大300万ウォン約25万円に減額され、さらに補助金の対象車種も制限され、高価格帯の EV は対象外となったんです。景気後退の影響も深刻な状況にあり、世界的な半導体不足や原材料価格の高騰により、自動車全体の販売台数が軒並み減少傾向。EV も例外ではなく、値上げの影響を受け購入を控える消費者が急増しているんです。韓国市場における EV 販売台数減少の象徴とも言えるのが、テスラの販売台数激減であり、かつて韓国 EV 市場を席巻していたテスラでしたが、2023年5月にはわずか1台しか販売されなかったこの現実。これは前年同月の1600台から 99.9% 減という驚異的な数字となってしまったんです。テスラの販売低迷は価格の高騰が主な原因と考えられており、モデル Y の価格は2022年末から約 20% 値上げされており、韓国の平均所得者にとって手の届かない存在となってしまっていたんです。そして2023年3月には韓国で EV 車が火災事故を起こし、運転者が死亡する痛ましい事件が発生しました。この事故を受け、EV の安全性に対する懸念が高まり、EV 不買運動も各地で起きているんです。韓国の人はどうして何か気に入らないことが頻発すると、すぐに不買運動をいつも行うんですかね？日本人からすると、気に入らなかったら、買わなければいい、それだけなんですがね。そして韓国では、政府による EV 普及政策に対して批判的な声も根強く存在しており、EV は環境負荷が低いというイメージがあったんですが、
製造過程で大量のエネルギーを消費することや、廃棄バッテリーのリサイクル問題なども指摘、注目されている背景もあるんです。つまり、世界は気づいてしまったといえ、ミクロの視点ではなくマクロの視点が重要ってことを知ったんです。韓国勢 EV の苦境とは対照的に、中国勢 EV の台頭がここ最近顕著となっており、特に BYD は韓国市場で積極的な攻勢をかけており、2024年1月にはテスラを抜き、韓国で最も売れている EV メーカーとなったんです。BYD の強みは、高性能なバッテリーと低価格であり、テスラよりも安価で、航続距離も長い BYD 車には、韓国の消費者から大きな注目が集まっている状況なんです。韓国政府は EV 市場の活性化に向けて充電インフラの整備や補助金の拡充などの対策を講じていますが、これらの対策が成功するかどうかはまだ見通しが立っていないんです。 EV のインフラの問題は世界が頭を抱える問題となっており、それは韓国でも同様なんです。韓国 EV 市場は今まさに岐路に立っている状況といえ、政府による政策支援と自動車メーカーの技術革新がなければ低迷が長期化し、さらなる韓国経済の低迷も避けられない状況に今差し迫っているんです。そして韓国 EV というと、直近では電気バスによる事故が記憶に新しいんです。日本のメディアはやはり忖度しているんでしょうか。これだけ SNS やネットが普及した今では、少し調べればこのバスが内燃エンジン車なのか、それとも電気自動車なのかはすぐにわかるんです。3月24日、韓国南東部、釜山で、路線バスがいきなり暴走して次々と他の車と衝突し、10人が重軽傷を負いました。ほとんどの報道では韓国のバスという表現になっており、このバスが EV、電気自動車バスなのかをあえて触れず報道されているんです。ネットの書き込みなどでも電気バスという表現に疑問を投げかける投稿も多く見られており、EV バスであったことはほぼほぼ確実となってきているんです。そしてその時の様子をバスのカメラが撮影しており、おそらくドライブカメラの映像と思われます。バスは突如暴走をし始め、徐々にスピードが上がり、前方の交差点で信号待ちをしていたタクシーを跳ね飛ばしました。バスは止まることなく走り続け、反対車線に入った後、次の交差点を横切っていたトラックなどと衝突。韓国警察によりますと、この事故でバスの乗客や運転手など合わせて10人が重軽傷を負ったと公表。バスの運転手はブレーキを踏んでも効かなかったと説明しているということで、韓国警察が事故の詳しい原因を調べているとのこと。今回この映像を見て思ったのが、韓国警察ならバスを見た瞬間、どこのバスかが瞬時に判断でき、そして車種やメーカーもすぐにわかるはずなのに、そのことについてはいくら調べても出てこないんです。そしてついでに韓国の EV バス普及率について調べると、韓国における EV バスの普及率は約 10%。 これは全国のバス車両約1万8000台のうち約1500台が EV バスであることを指し、韓国における EV バスの導入は2010年代後半から本格的に始まり、2023年には1500台になっているんです。この1500台の内訳は、中国製 EV バスが 54.2% となっており、残りが韓国製国産 EV の 45.8% となっているんです。韓国メーカーは主にヒョンデ、ダイウバスとなっており、中国メーカーは BYD、 中通り客車などとなっています。今回の事故で憶測として言われているのが、電子制御による何らかのトラブルやハッキングや遠隔操作による事故の可能性なんです。この疑念については知るすべもないんで憶測としか言えませんが、先日同じような懸念を抱いた大国もあったことも事実、米国も同じような懸念を抱き、特に中華製 EV を規制する動きを強めているのも事実なんです。幸い今回の EV バスであろうバスは炎上という最悪の結果にはならなかったので死者は出ませんでしたが、やはり EV、EV バスであってもその危険性を拭えないのは事実なんです。そして EV バスというと有名なのが、2021年 EV バスの自然発火なんです。この映像は世界に衝撃を与えた映像となったことは言うまでもないんですが、このバスは停車中の中華製の EV バスなんです。事故は早朝、中国南部の広西チワン族自治区の大学で起きました。キャンパス内に停められた電動バスが自然発火し、合わせて4台が次々に燃えました。バスは中国メーカーのもので、学生らが移動に利用しており、
現地では連日40度近い日が続き、地元の消防は高温で電動車の火災が相次いでいるとして注意を呼びかけていたんです。この車両が中国製 EV バスであることは判明しているものの、どのメーカーの EV バスなのかは公表されていないんです。つまり EV に関しては事故自体は一瞬報じられるんですが、忖度して決してどこのメーカーなのかを報じない、これもまた EV の闇とも言えるんです。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。今回は冒頭で韓国の EV バスが暴走した映像を紹介しましたが、今回は韓国つながりで、韓国ヒョンデ EV について深掘りしていきます。韓国ヒョンデ、新車販売台数たったの20台で、ついに破産申請へ。世界市場で苦境が続き、ヒョンデがやばそうなんです。2024年はヒョンデが消えている、そんな年となるかもしれません。2022年までは、世界3位の自動車メーカーとして輝いた韓国ヒョンデ。しかし近年、その勢いは急速に衰え。2024年1月には日本市場で新車販売台数が34台という衝撃的な数字を記録してしまったんです。この不振は日本市場だけに限らず、世界全体で深刻化しており、ついにヒョンデの関連会社が破産申請に追い込まれるという緊急事態にまで追い込まれているんです。世界市場で苦境が続くヒョンデの誤算。2023年、ヒョンデの世界販売台数は前年比 10% 減と大幅に落ち込み、中国市場では 20% 以上も販売台数を減少させているんです。かつて中国市場で急成長を遂げたヒョンデでしたが、近年は品質問題や現地メーカーとの競争激化によって苦境に立たされているんです。さらに、欧州市場でも環境規制強化の影響を受け、電気自動車の販売が伸び悩んでおり、ヒョンデは EV 開発に遅れをとっており、競合他社に大きく溝を開けられている状況なんです。日本市場での苦戦が想定外であったヒョンデ。日本市場では、2023年1年間のヒョンデの新車販売台数はわずか1000台。これは20年前の水準にまで落ち込んだことを表す数字ともなったんです。かつて日本市場で一定のシェアを獲得していた韓国ヒョンデ。しかし近年、その販売台数は急速に減少しています。2023年7月と8月の販売台数は、なんとそれぞれ15台20台と、月間20台を切るまでに落ち込んでしまいました。これは前年同月比で 75%、73% という大幅な減少という衝撃的な数字となってしまったんです。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、日本市場でのヒョンデが苦戦を強いる理由、ブランドイメージの低下、つまり過去のリコール隠し問題や品質問題の影響で、ブランドイメージが大きく低下している。販売網の脆弱さ、つまり日本での販売網は弱体で、顧客への十分なアプローチが全くできていない。競争力の著しい低下、つまりトヨタやホンダなどの日本メーカーとの競争力において、価格、性能、デザインなどの面で劣っているなどの理由が挙げられるんです。そして20台という衝撃的な数字がもたらすイメージ。2024年1月、ヒョンデの新車販売台数は34台という衝撃的な数字を記録しました。これは、月間販売台数が100台を下回ることは稀だったヒョンデにとって、かつてないほどの危機的状況と言えるんです。この衝撃の数字を見れば小学生でもその深刻さがすぐにわかります。そして拍車をかけるかのように、ヒョンデの販売不振は、関連会社にも大きな影響を与えています。2024年2月、ヒョンデの販売会社であるヒョンデ自販が、破産申請の手続きに入っていると、一部の報道で出ている状況なんです。これは、ヒョンデの販売不振が、販売会社にも深刻な影響を与えていることを示しているんです。2024年はヒョンデは、世界市場での苦境と日本市場での販売不振という二重苦に直面しています。これらの課題を克服するためには、抜本的な改革が必要となり、ヒョンデが今後どのような道を歩んでいくのか、日本撤退がさらなる苦境をもたらすのか、2024年ヒョンデの動きに注目が集まっているんです。正式名称は、ヒュンダイ、ヒョンデ、未だによくわかりません。韓国大手ヒュンダイは未だにその程度の認識です。
皆さんはヒョンデにどんな印象を持っていますか？話が急に変わるんですが、こんな映像を見つけました。満充電で82キロって、どれだけ EV のバッテリーの劣化がやばいかがわかります。極端な例ですが、EV 中古車の現状もよくわかります。本日のテーマは EV、特に韓国製 EV ヒョンデが、懲りずに2度目の日本に再上陸するも、その現実はかなり厳しい。BYD に続き、尻尾を巻いて即撤退か、について深掘りしていきます。まずはじめに、今中国で頻繁に起きている EV の炎上火災の映像を紹介していきます。EV をもし乗るという判断をするなら、少なくとも最新式の消火器を2本は車内に置いておくことをお勧めします。これらの映像は今中国ネット上で拡散している市民によって投稿された映像です。日常的に頻繁に炎上、爆発を繰り返している EV はまさにいつ発火を起こすかわからない、時限爆弾と言っても過言ではありません。中国メディアによるデータによれば、このような EV による炎上発火事故は1日に10から20ほど各地で起きていると言われており、そのほとんどが自然発火が原因とされています。中国のデータは全く信用はできませんが、少なくとも数字をもって、多く言うことはないと思うので、それ以上の件数が発生している可能性は高いとも言えます。そんな EV ですが、日本ではほとんど取り上げられていない。韓国ヒョンデは今、どうなっているのか見ていきます。ヒョンデは韓国最大手の自動車メーカーであり、そのヒョンデが2022年2月に日本市場へ参入を発表し再上陸しています。これは2010年に撤退して以来となる再上陸で、しかしこの再上陸も現実はかなり厳しいものとなっています。2022年5月からヒョンデは、電気自動車のアイオニック5と、燃料電池車のネッソの受注が開始され7月に納車を開始しました。アイオニック5の価格は、ベーシックなグレードで479万円。ベーシックなグレードよりも大きな電池を搭載しているモデルは、519万円となっており、ネッソは約776万となっています。今回再上陸にあたってヒョンデは前回の失敗から学んだのか？様々な対応を見せています。まずは販売方法。今回の顧客ターゲットは、K-POP や韓国ブームに馴染みがある若い世代をターゲットにしており、従来のディーラーによる販売ではなく、オンラインサービス一律の価格販売としています。また顧客のアフターサービスへの懸念や、実際に車に触れないまま購入することによる、不安を解消するためにカスタマーセンターを2022年7月に横浜に開設しています。大手企業なんで、しっかりマーケティングをしているはずなんですが、今の日本において、若者をターゲットとしている時点で、ヒョンデのヤバさが伺えます。今の日本は超高齢化社会なんです。今の日本の若者の中でガソリン車よりも高い EV を買う若者が一体どの程度いるのか？想像しなくとも答えはすぐにわかりそうなものです。ネッソ、776万円は無理です。またアイオニック5に関しては3年間の点検費用の基本料金とバッテリー冷却液の交換を無償にするなど手厚いサービスを行うとされています。このように海外の自動車という不安を払拭するためのサービスをヒョンデは展開しています。それでは実際の販売台数はどうなっているんでしょうか。2022年の年間販売台数は518台で、2023年1月から8月までの累計販売台数は224台となっています。特に2023年8月の販売台数はわずか20台でした。アイオニック5はデザインや走行性の事前評価が高く、日本市場からも期待されていましたが、日本は他の主要国に比べて道路事情や充電スタンドの不足などから、電気自動車の普及が低迷していること、また、軽自動車が主流であることなどの理由により、期待されていたほどの売り上げにはつながっていません。ヒョンデの日本での目標販売台数は公表されていませんが、この年間数百台という販売台数が軒並み低迷したことは明確です。このままではヒョンデは再び日本市場からの撤退を余儀なくされる可能性が非常に高いんです。世界では第3位の自動車メーカー、ヒョンデは、世界190カ国以上で販売されている世界規模の自動車メーカーです。2022年には全世界で394万台を販売しています。さらに傘下のキアを合わせたヒョンデグループとしての販売台数は684万台となっており、
トヨタの1050万台、フォルクスワーゲンの830万台に次いで、グループ会社合計世界販売台数は3位となります。4位がルノー日産三菱の615万台ということを考えると、いかにヒョンデが世界で拡大しているかが伺えます。そもそもこのヒョンデは、朝鮮戦争から復興が進んできた1967年に設立されました。当時はヒュンダイという呼称でしたが、2020年から本来の発音に近いヒョンデに呼称を変更しています。設立当初はアメリカのフォードから技術共有を受け、ロックダウン生産を行っていましたが、トラブルが相次ぎ提携は解消となり、そして最終的に、三菱自動車から技術供与を受けて、初の韓国生産の自動車となるポニーが誕生しました。ポニーは韓国における初の国産車ということもあり、販売直後は国内自動車の半分近くのシェアを獲得していました。そしてヒョンデは、国内販売だけではなく安価である強みを活かし、輸出にも力を入れ、一時期カナダではポニーがベストセラーになったほど順調な売れ行きを見せていました。1990年代に入り、それまでの安価な値段に見合った品質というイメージを一新し、品質改善に努めます。また1980年発売のソナタからヒョンデは独自技術を駆使し、1991年には独自開発のエンジンやトランスミッションを開発しています。その結果、1990年に累計生産400万台を突破し、2000年代にはアウディや BMW といったヨーロッパの有名自動車メーカーからチーフデザイナーを呼ぶなどして、ヒョンデ自動車グループ全体でデザインにも力を入れました。結果、洗練されたデザインのヒョンデの自動車は欧州でも受け入れられ、グローバルに通用する自動車会社として名を馳せるようになってきました。ヒョンデはまだ故障がヒュンダイであった2001年に日本市場に参入したこともありますが、日本の自動車市場の国産車の層は厚く、販売不振のため2010年に撤退した経緯もあります。そして2020年に世界での故障をヒュンダイからヒョンデに変更したことに合わせ、2022年、日本でも発音と表記をヒョンデに統一します。さらに同年2月にヒョンデの名で日本の自動車市場再参入が発表されたことで、業界内で話題ともなりました。世界で拡大を続けてきたヒョンデが再上陸、再参入することで少なからず日本でもシェアを獲得してくるのではないかと見られていたんですが、では一体なぜヒョンデは日本への再上陸も果たした今、失敗に終わりそうになっているのでしょうか。2001年にヒョンデが日本市場に参入した際は、CM に有名タレントを起用したりして知名度を上げる作戦を取っていましたが、結果として日本市場参入は失敗に終わります。失敗の原因として副社長は、日本に合わないラインアップを展開していたと語っていますが、実際日本ではもともと輸入車のシェアが低く、新規参入が難しいとされているからです。この理由は、日本車の質が非常に高く参入障壁となっているからです。そんな中でも市場で生き残る輸入車は、BMW やメルセデスベンツといった、欧州の知名度が高い、高級車路線のメーカーが多くなっています。まだまだ、知名度が低い上、信頼性の面でもあまり評判の良いイメージがないヒョンデは、それらの輸入車とは、ニーズが違うこともあり、シェアを獲得することができなかったようです。また、彼らの自動車が、国産車を超えるクオリティではないにもかかわらず、価格帯が変わらなかったこと、そして何より日韓関係の悪化が大きく、また拠点が少なく、アフターサービスなどのサポート面に不安が残ることなどから、わざわざ国産車ではなくヒョンデを選ぶ人はいなかった、当然の結果とも言えます。その結果、2010年の撤退までに日本国内で販売されたヒョンデの自動車台数はわずか約1万5000台ほどでした。だから街でヒョンデを見かけないんです。これでは採算が全く合うわけもなく、撤退を余儀なくされたんです。このような散々な状況にあったにもかかわらず、なぜ再上陸を果たしたんでしょうか？当然、何かしらの勝算があったはずです。それにもかかわらず、なぜ結局、再上陸後もまた再撤退もあり得る厳しい状況になっているのでしょうか？今回の日本再参入で、ヒョンデの販売台数が伸び悩んでいる理由はいくつか挙げられます。まずヒョンデは従来の販売方式とは異なり、ディーラーを置かずワンプライスでのオンライン販売のみを行っています。もちろん、カスタマーセンターで修理などのアフターサービスや市場相談は可能なんですが、
未だ日本ではこのオンラインのみという体制が受け入れられていないのも現実。また、今回の日本参入の車種は、ガソリン車ではなく電気自動車と燃料電池車という、日本ではあまり普及していないものになっているのも大きな要因です。なんせ、日本では充電インフラなどの環境が、追いついていないことや中古車として売りに出した時に、高い値段がつかないことなどのデメリットから、購入に踏み切るのは難しいと考える人も多いんです。EV のリセールバリューの低さについては詳しくこちらの動画でも紹介もしましたが、数年で価値がなくなる、そんなことは、普段スマホを使っている現代人なら誰でも知っていますからね。3年落ちのスマホなんて誰も買いません。日本ではトヨタをはじめとしたレクサスのような手厚いアフターサービスがなければ、今の日本ではオンラインのみのブランドにはまだまだ大きな抵抗があるのも事実。また、オンラインのみなら、価格を下げられると感じている方も多いんじゃないでしょうか。未だに携帯ショップが各地に点在している現状を見れば、すぐにわかるようなものです。ヒョンデは日本市場を見誤ったとしか言えません。この誤算は、近い将来、また韓国へと尻尾を巻いて帰る結果となることは避けられそうにありません。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に一杯のスタバの、シェ・ケラート・フレットをおごってやろうそんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。